借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようチーム日本とともにこの日本を変える主役はあなたです チーム日本キャプテンの田中康夫が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこのの種を育むのはあなた週末の知的なスティミュレーションお待たせをいたしましたチーム日本プレゼンツの日本最高でございますね今日もですね私キャプテン田中康夫がお届けをする日本最高へのシーズン 実はひそかに BS11 の社長山科社長も注目をしているというですねチーム日本プレゼンツのですね、借金時計なんと1時間に66億円ずつ1週間でですね味の素の全世界の1年間の総売上高と同じ1兆2000億円近くも借金をし続けている日本でございますがだからといって日本先が見えないと言ってるのではなく希望に満ちたビジョンを示そうこのことを皆さんと一緒にですね行動し考えていくのがこの日本最高へのシーズンでございまして。 今日は皆様おなじみのですね。田中義澄さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。はい、なんか、まあ、もう素敵ですね。なんかサファリツアーにこれからいやいや、まあ夏ですのであいいですね。<laughs> すいません。いえ<や>、富じゃなくて、別に謝る必要はございません。<laughs> 日本ってのは不思議ですよね。必ず一言目にはすいません。ってね。会計とかでお金払うときもすいません。ってお会計をって。<laughs> あれは何なんでしょうかね？ま、そういう言語体験なんでしょうか？謙虚なんですよ。でも謙虚じゃないような人たちがなんか子供の学級会というか？ 子供にあれですねあんなにあの問責決議の時にうわーって何十分も演説をして野党側は「俺聞けわ!」って言いながら自分たちが騒いでて与党の側もテーブル叩いたりどんどこどんどこやっててあれで子供にいじめのない学級会やれなんて無理ですよね。なるほどそう見てまあうん、まあ、ただ私はね、うん、まあ,あれその評判悪いですよね。 ああのの決議案ね世間的にはですよ何意味がったんだとただ私はね多分この見方はねもっと早くね例えばそのガソリン税のねあの頃に出すべきであるというふうに考えてる人たちがなんで今頃ともうこれ気の抜けたビールじゃないかとこう思ってるいう批判だと思うんですよ。ただ私はねそもそもね問責決議案ってのは実はね国民のですね 巨大なななな怒りが後ろにいいとと、ねうん、なかなかこれ難しいと、ね、つまり審議を拒否してです、ね、ずっと国会を混乱させてい、ねうん、った挙句じゃないと、ね、これ有効な手を打てないわけね、うん、つまり総理が追い詰められないわけね,、うん、そ,うねそうするとですね責跡盲跡と言ってたけども、うん、実はこれねあの国会のさなかにやればですよもしかすると一転野党に逆風になる可能性もあったちょっと危険な、ね、もろ刃の刃なんですよ。うん で私はそういう目で見てたから、うん、まあこれはねある種の,、まあそのポーズであってねその背後でいろいろ駆け引きをやるというねそのポーズであって本当にやることはないだろうと見てたもんですから、うん、ですからそのもっと早くやるべきだったという考えには組みしないわけね、うん、むしろあのその前にできなかったのはこれやむを得ないと。うん、そして今回最ししてううで最後の最後にこ出てきたことはですね、うんうん、これはね、うん、問題は今じゃないんですよ。 次の秋の臨時国会に向けたねつまり布石であるとつまり今は我々には見えないとこの意味がねよくは見えないでも先にいくとですね ここれれのとととかかいいうふううふに思う時が来るかもしれなちょっとま、まあ,あの田中さんは皆さんご存じのように国会テレビの CS ビジョンをやりですね、はい、その前にも TBS の「報道特集」に携わってきた国会の記者クラブにもいたわけ。はい、私のようにまあある意味ではですね門外観で来た人間からすると秋にはあの門跡の意味は分かったっていうかもしれないけどでもやはり一人一票持ってたり税金払ってるのは国民ですから。 その意味で言うと私はやっぱり今回は野党はですね拙速とかそういう業界用語ではなくてへたっぴだなって思ったんですそれは一つ何かというとですね水曜日という日に問責決議が本会議に出てたんですがその前の週の木曜日に厚生労働委員会参議院のここで委員長が民主党の人でこの人の解任動議をですね自民党と公明党が出してでまあ少数なので彼らは否決されたら退席しちゃったんですね。退席した後 民主党の国体の人たちはそのまま午後にですね定則数がギリギリで党だからっていうんで議員をみんな集めてでその与党側だけで審議をしてえ後期高齢者医療制度廃止法案というのを可決して翌日の金曜日の本会議で可決をしたわけですよそしてその翌週の水曜日に問責を出した僕はこれはね愚かだなって見てたんですよなんでかっていうと まあ、田中さんも報道の番組やってきたけど夕方みんなローーカルだけじゃなくて全国ニュースがありますよね夜の9時台10時台のニュースになるとどうも政治部の人とかあるいは逆に言うとなんかプロレス中継みたいな感じになっちゃうんだけど夕方のニュースってのは結構その若手の記者が撮ってきた絵がそのままストレートで流れるでしょと問責あ解任動議が出ましたと。 で解任動議が出たんですが午後野党だけで野党すなわち民主党したいとする人だけで開かれて廃止法案が可決しましたで可決したよって野党の他の女性のどか党首とか言ってるけどもう違うなっていうか夕方のニュースで解任動議が出されて解任が否決されたら事項が去っちゃってテーブルが空いていますと。なのに 野党,野党側はこれはじいちゃんばあちゃん含めた国民全体の話だから議論しろと議長のところにも行く議院運営委員長のところにも行くちょっとも与党は出てこないずっとみんなまた拳上げる国体とは違ってですね座ってるでこれで1日終わるべきだったんじゃないのかなだからスケジュールはどんどん15日会期末といってずれてってもいいから。 そして翌日の金曜日だって委員会だから夜真っか赤で広がっこようよって言ってて翌週に乗ってもよかったんじゃないかなって僕は思ったんですけどね。なるほどでそうすると世間はやっぱりいい意味で関心持ってる人もそうじゃない人も積み上げ型でなんだよと審議しないのと後期高齢者の話さあ妙案なんかすぐにウルトラシーで出るわけもないかもしれないけども何でも反対社会党みたいなこと民主党もやってていいの自民党側も公明党の副審が議論しないのそして翌週にもなって議論しましょう それでもしないのだったら問責かなとかねみんなモヤモヤして早く総選挙開いてほしいと思ってるそれは永田町の力学なんかで総選挙なんかすぐ中には来ないと。これは変ですか まあそういうふういふに思われるのはちょっとじゃなないかと思うの問責を出す日が水曜日通らなきゃ廃止法案が通らなきゃいけないの金曜日っていう頭でいるからそこで頭の中を組み替えられないと一旦始まった公共事業を U ターンできない役人世界と一緒だなあのおそらくね、うん、あの要するにもう国会を15日で終わりにすると、うん、あるいはまあ21日で終わりにするということはこれ与党側の つまりり都合ですよねはっき言うと国会って開かれていればですね野党にとっては見せ場がいくらでも作れるしかし早く閉めちゃえば野党の見せ場ななくると新聞市場でももうそうなると政府の発表だけがつまり福田さんはいろんなパフォーマンスができるようになるんですよだから早く終わらせたかったとこれはもう多分どうやってもね与党は早く終わらせようとしたんだろうと思うんですねその中でもうう一つ言とね 一番今ね政府にとってですね難しい問題はこの少子高齢化とかね福祉の問題それと税制の問題ねでこの2つはですね実は野党に追及されないようにするためにはね野党を巻き込んだほうがいいと折に触れてねそれなら一緒に作りましょうと一緒に共同作業でやりましょうということをね与党は言ってくるんですよ。これれに絡めとられると つまりこれからですね選挙でもってね政権交代を目指すと言っている野党がですね下手をするとね相手の術中にはまってしまう可能性もあるということはすごく警戒していると思うんですねですからちょっと突き放した方がいいという思いもおそらく野党の側にはあると、うん。でもそれはね野党の側に戦戦略や戦術がない という後ろめたさからだと僕は思ったんですで、世間的に言えば後期高齢者医療妙案がないと言ったっておかしいってみんな言ってんですよねで、これこそ野党への追い風ですよで、同時に野党が廃止をするだけでいいのってのもみんな思ってるマスメディアも思ってるとするならばこれこそ大連立を組もうとまで言ってたんだしじゃあ,あるいは福田さんもクリンチ作戦抱きつきだと言ってんだ,ろだら一緒に作るどころか廃止法案は通ったんだと国民のあれによって だったらばあなた方もっと違うプラン出せよと現実にあなた方後期高齢者プランを少し微調整するなんてけど微調整で済む問題じゃねえだろで我々の側も出すよと言って野党ってのは大きなきちんとした枠組みのビジョンを出せばいいんで詰めるるととこころは与党がやるべきことでしょだから僕もう一つ思ったのはこれは何人もの民主党の幹部の人にも言ったんだけども問責を出すのも世間の人たちは15日まであと2日だから出した。 あるいはもしかすると党首討論やるのがちょっぴり苦手だったから出したのかって思っちゃってるじゃないですか違うんですよっつったってそれはそういうものですよ空気は。とすると「あんた方はこれ会期延長しませんか?」と逆に言う「あのお盆あけまでやりましょう」くらいなねじいちゃんばあちゃんところかこれこそ国の100年の体系だと。で向こうはすぐには飲みませんよ。 もしかすると飲むかもしれないけど飲む場合にもまた条件をつけてすぐには飲まないそうするとなんだと我々はこれを廃止して議論しようと言ってるのにやりもしないとさあ与党野党議員だってそれはお盆まで議会があるなんてまっぴらごめんと思ってる人は多いかもしれないけど少なくともじゃあサミット後までやろうよとかだって現実にまた1週間向こうが伸ばしちゃったわけじゃない。 それでいろんな諸外国との経済協定は自然発行するために1週間延ばさざるを得ませんでしたっていうとマスコミがそれ言うとなんだ野党はそんなことも協力しないのになっちゃうでしょところが伸ばすとクリンチされて全部我々の法案を丸飲みしてっちゃうので問責を出すタイミングを失っちゃうって野党の幹部は何人もが言ってたの。 でもそれも育児のない話でねそもそも自分たちのやってることの法案が通ったならばそれをもっとプロパガンダすればいいことで日本共産党みたいにだよそれもできないとあるいはもっと言うと田中さんが今おっしゃった秋は確かに税制も含めてどうすんのかってことで言うと野党の側はまあ 私がやってる新党日本っていうのは増税なき財政再建どころかきちんと企業も含めて未来の産業のためあるいはちゃんと働いてる人のために減税もですね部分的に入れるべきだと思ってる。で野党も民主党は増税は当面しませんなんです。 自民党の側の側小泉中川というとりわけ小泉というこの300代年だった人はうわ埋蔵金があるから税金なんか増やさなくていいよっつってるわけでしょと早めに具体的なビジョンを野党側がきちんと示すことが減税とか増税しないでこうできますって示すことが逆に自民党の側の中川小泉氏の動きを止めることにもなるじゃないですか。だけどそれがきっとまたできないでいるから伸ばされると困っちゃうってことを おそらくね私はその野党の側というかねまあ小沢さんかもしれないけれどもその戦略としてはねもうあのこの国会はね実はね私もっと言うと野党がもっとね PR しなきゃいけないのはこの国会で民主党が反対した法案はですね2本しか上がってないと。とは全部民主党が 主張していたた法案だけが分かったとあるいは民主党の側によって、修正協議が成立した法案ね。うん、っていうか、要するに基本的に自民党は全部妥協してるわけ、はっきり言うとね、うん、民主党側にすり寄ってきてるわけで、ねうんで、民主党が反対して成立したのは、あの、再議決の2本しかないわけね、うん、それが今度の国会なんですよ。と、うん、いうことをね、もっと本当は,は民主党はね、うん、アピールした方がいいんだろうと思うんですよ。うん、つまり今、事実上ね、政権は福田政権だけども、うん 実態は法案の実態を見たらね、うん、ほぼ民主党の法案が通った国会なんですよと、うんそうですね、連立を組まなくても現実的に全部通ってると。通ってると、うん、それでなおかつも、そ次の、ね、勝負は、次の勝負というか、この秋のお勝負をかけるためにはね、やっぱどうしても問責を出す必要があったというふうに、多分小沢さんは考えてるんじゃないかと。うん、でそのたたためにに今さっっっきおっしゃったみたいに、ね、先あの もうちょっと国会をやるとね、どんどんその相手が妥協してきて、ですね猛責、うん、をその出すタイミングっていうかね、うん、出せなくなっちゃうと、分かります、それは困ると分かります、だけど僕が言ってることは、えー、長期的な視点に立って野党の側は政権を担当してるんじゃないんですから、増税なき財政再建はどうするのか、増税なき福祉の充実はどうするのかということをビジョンで示すべきなんですよ。で 世間がこれがいいねって言ったらそれがお前ら政権担当能力があるなら与党は示してみろよっていうことであるし同時に短期的に見ても先ほど申し上げたように厚生労働委員長が問あ解任されたと。 暴言を吐いたわけでもなければきちんと審議をしていたのにそして退席を事項がしてくれたとそこで半日余分に時間かけてもう世間がひどいねって言ってくもうずっと思ってるのは新聞社に至るまで、まあ、いいお給料もらってる朝日新聞とかを筆頭としてですね消費税増やさなきゃいけねえいけねえって言ってるから世間はなんんかかかすり込まれてて催眠術にかかってんですよその意味で言うとやっぱりあの野党の側が今なんかまるで問責,あの問責ですとね 数の暴力振るってるように見えるんだけど無国家が相変わらず数の暴力なんですよと世間の皆さんだから今度は選挙がいつあるか分かんないけど選挙に行かなきゃダメなんですよ5割の特定の支持政党ない方々っていう刷り込みをしていく上でいうと半日そこんなにおいしい絵はない。 自公が座ってませんましてや福祉の党が座ってませんあるいは翌週になってもそういう具合ですましてや審議をいろいろしようよと言っても早く締めようと言ってますと困ったねって言って最終に水曜日出すのが金曜日だってよかったわけでしょ、まあ、分かった要するにメディア戦略をもっとちゃんとやれということねジェムジェムないと思うでもメディア戦略も小泉純一郎氏のような中身がなくてパフォーマンスなんじゃなくてやっぱり 短期的なことだけじゃなくて長期的な視点を持った上での戦略がないで戦術も間違えている問責の時には延々二0分30分も演説こいてるなんて意味がないんでそれは私のような問責とかですね不信任を出た人でクビになって復帰をした人間からすると僕ずっと福田さんの顔を見たの福田さんはイライラしてこうしてんだけどもあるいはあまり声がよく聞こえないスピーカーの向きが違うからってなったけどやっぱ僕はあそこで。 福田さんの問責が可決したら逆に福田政権の支持率があるいは自民党に入れるという人が34ポイント上がるだろうと思ったら果たせるかな、一瞬上がるわけですよね共同通信あたりにおいてもねだからそういうことが読めないってないなだから野党側もう僕は、KY、だな、まあ、あのおそらくですねあの福田カラーが、ね、これから出てくるんですよ、うん、ていうかもうあの脱出しつつあるわけで、ね、はっきり言うと。 福田は何がこう言われてたかったら指導性がない指導力がないとリーダーシップがないとそれはその通りですつまり何も出してないんだからあの人何やるのってよく分からなかっただけどここに来てね次々出てきてるのはつまり福田からが出てきてるんですねですからこの,あの秋までの間っていうのはねおそらく福田さんのね その政治というのがね、まあ、見えてくる消費者庁の創設であったりねあるいはそのこの間あの出てきたそのガス電に絡むです、ねうん、中国との関係だとかね,ね出てきますですからこういうことも多分ね野党の方の民主党の中には頭の中に入ってたと思いますよだから問責をね出しておく必要があったと秋に向けては。 門外漢で入ってきた人間として自負をしてるんだけれども世間の人たちは今福田カラーなんていまだにないと思ってるでも福田さんは実実際カラーはははああるるんんんでですすよよ福福田田さんの哲学とだから何十年後かに分かってくれればいいって言うんだけど何十年後かに分かってもらうことと同時に小泉氏のように何十年後かに名前だけ残ればいいと思って多分死子類類になっちゃう人とは違う意味で何十年後かの実績でもその場でしあのやっぱりみんなに期待してもらえるっていうのも大事ですよね。 その意味で言うとそこは少し下手。でも同時にその意味で言うと野党側の今回の問責への持っていき方あるいは会期末のこのなんかアリバイ作りのような形もその時のみんなの期待にそうだよっていうのに持ってけていないということで言うとこれがやっぱり自民党も民主党も両側持っていけない戦術もちょっと下手だし全体のパースペクティブを持った戦略も持ってないんじゃないのかなっていうね。 まあだとするとね、うん、うん、この秋の臨時国会、いつ開かれるか、これはまあ決めるのはまあ総,理総理なんだけれども、うん、これをね、この問責が出されてるとですね、うん、問責が出てるということは、所信表明演説に、うん、 出てこないということですから、つまり、少なくとも参議院では所信表面接ができないということになるわけね、総理、総理、国会は開けない、開けないわけ、まあ、何もないまま、それでも開くのかね、それでも開いたら、それでも開いて、そこにまた出席したら、野党はおばかでしょ、それはもう終わりです、だからこれ、問責出したという以上はね、ここで出たらもう負けですよ。ですからこれ そうすると、ね、前代未聞のことが起きるわけ、うん、臨時国会が開かれるよう出て開かれないと、うんうん、なでさあどうするのと、ね、じゃあ福田さんどうするのとだここでまた福田氏は話し合いをしていこうということですねそうするとね、うん、つまり福田さんが妥協するしかなくなるのではないかという見方もできるわけねでもその妥協も織り込み済みというか福田氏はそうしないと 自民党の中での自分の政権を維持できないと思っているのかもしれないってことですね。ですから、小沢氏と福田氏の間のパイプが今あるのかないのかないのかもしれないけど、そんなこととは違う意味で、福田氏はそこまで考えた上でやってんじゃないか。うん、あるいは小沢さんもそこまで考えた上でやってるのではないかと。両方とも。でも、その意味で言うとね、僕はやっぱりあのー、私の場合には、その。 例えば今までの鉢がけの費用で全部できるように全てを一般競争入札を入れるとかですねそういう形をやってきた人間からするとやはりその手ののひらの上ですよねそしてだからきちんと早めに選定必勝で野党の側とりわけ民主党がこういう形で増税ない形をやるんだって言えなければいけないのにそこがまだできてない。 するとこう中川さんの言ってるのとどこが違うのか分からなくなっていて絡め取られてしまうだからこのあたりにまあ先ほどの話はないですけど目先のところでも皆さんに指示していただくそしてそういう戦術と同時に戦略をどう持つのかこのあたりはですねまた次回回を改めてですね田中義次さんにですねしっかり分析および予言をしていただこうと思っております。ということで今週もお送りをいたしました「チーム日本プレゼンツ」の日本最高へのシーズンです。 ジャーナリスト有田芳生がその鋭い視線で洞察力で日本の府を徹底リポート明日の日本へ向け問題を探り再考する手県我が軍沢内村老人と赤ちゃんの医者代がタダという全国から注目されている保健活動の村である。 立沢内病院ここには優れた2人の医師が行政と一体となって活動し村人から深い信頼と感謝を寄せられているここは旧沢沢内内村が作った沢内病院ですここはいわば地域の心臓部にあたります多くのお年寄りたちそして子どもたちそしてお母さん方がこの病院に集まってきては診療を受けております。 驚いたことに、ここではわずか2人の医師が皆さんの治療を受け持っております。患者さんがこの病院でどのような思いで治療を受けるのか、そしてこの村に情熱をかける医師が何を思うのか、今から話を聞きに行きます。うん、こんにちは。あの有田と言いますけれども、 沢口の,、うん、あの医療の制度素晴らしいと思うんですけどもどうですか良かったと思うなええー、のね、うん、その老人医療の無料化制度とかってのは日本でも珍しいんですけども、うん、どうですか、うん、他からこう日々もるし大切いいなと思ってよる。イイえー、いる。 今おいくつですか。八十八。八十八。ああ。そうすると。もう、あ、六十五歳ぐらいからずっと。医療費はただ。うん、六日から。お年寄りに優しい村。とは。うん,う,んうん、うん、うん。なん優しいって。ええ、って言われてるな。 沢内病院で主任医師を務める三十一歳の藤井大和さんにお話を伺います。旧沢内村の医療というのはとっても素晴らしいということで取材に来たんですけども。ねはい、実際に沢内病院で働いてらして。他と比べてどういう違いがあるんでしょうかね。ここはやっぱりあの。それこそ。図書率はあれですけど、じいちゃんばあちゃんにはすごい優しい。<ー>っていうのはやっぱりもともとがその。 ここはやっぱりどこにも行けなかったので結局、その場でどこにも行けなくて死ぬしかないというもともと有名なのは乳児死亡率ゼロというのが、はいはい、子供がかわいそうや助けようというのと一緒に、えーえー、ここは本当にその子供から年寄りまでをなんとかしよう,、えー、そう一番その弱い人たちをなんとかしようというところをやってきたところなので医療に関しても病院に来れなければこっちから行きますもしくは迎えに行きます<ー>だからバスを出して来てください。えー それでなければ私たちが行きますというのをやっていてなのでここはもうその訪問に関してもやっぱり他よりも優れていて逆に言えばその普通であれば1か月に1回か2回しか来れないようなじいちゃん、ばあちゃん他の地域ではもう絶対2か月、3か月一1回でしか来れないだろうなという人がここであればもう毎週本当に週2回来る人もいるしそのバス使って来たとかあとはその連れられてくるとかというのをそういうのが一番発達していてやっぱり病院に来やすい。 やってる内容自体はうちらの結局医者としての同じやつは同じなんですただやれることが結局細かにできるあとはその抜けないだからみんな90歳になろうが100歳になろうがそれでやれるで来れるからリハビリができるでそれで90歳100歳やってもみんな元気で通ってくれるそれがやっぱりここの一番ほかとの違いだと思うんですけど病院に来るためのバスが通っているんですか やっぱり病院、ここもともと雪深かったのもあるしやっぱり一番。うん じいちゃばちゃて困るのは足がなくていけない腰痛いけど頭痛いけどまず我慢しよう、置き薬で我慢しよう、ここはそうじゃなくてもう誰もみんなが歩けない結局、若い人は出稼ぎに行くし忙しくて連れてこれないというのを全部まず迎え行ってまず来れない人それこそ膝痛くて来れないような人を連れてこようというのを今もやってるんですけどお医者さんの立場からしたらそれはもう大変な。逆にでも 感情その増えるっていう考えじゃなくて結局いる人数って一緒なんですよねただそれが家に出たと病院に来ないで弱っていくが、うん、そうじゃなくてこっちまで来るが、えー、逆に来てもらった方がウジらとしてはちゃんと早く治療もできるし、はい、元気なままで置いとけるのでそれは何より一番みんな具合悪くなっていくと結局何もできなくてやっぱりここだと医療ができないっていう風になっちゃうので逆に連れてきてもらって1人だけどまずここに集めてもらえる。うん みんな同じように十分な医療をやってあげれるっていうのはその分はやっぱり医者にとってもスタッフにとってももちろんちっちゃいはみんなそうですけどみんなにとってもやっぱりいいことだと思うんですだから本当はもう全部畳にしてここにこだつ置いて本当はもうそこそこ温泉で回ってとかお風呂あってお風呂入りに来たついでに病院に寄ってちょうだいで私はいいと思うんですよねでみんながそこで集まって喋って話してだから認知症だ とか色々今ありますけど、えー、実際にその会話がなくて1人で高齢者が家にいる、えーえー、それは誰でもやっぱりなって当然なので、えー、来て足使って動いてで子どもたちもいっぱいいるし、うん、その子どもなじみで,でここで話して帰っていくのが一番ななのか全国の自治体からこの沢内病院に視察にやってきます。 若い医師の治療にかける情熱の素晴らしさそしてここに集う患者さんたちが人間と人間の結びつきを強める中で本当に豊かな老後を過ごそうとしていることがよく分かりましたこの沢内村での経験を全国に広げていくことも今後の日本を考える一つの大きなヒントではないでしょうか日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けています このままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになりますチーム日本と共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる